こんにちは。今回は、四角モチーフを紹介します。4段目で完成する四角いモチーフです。編み方を編み図で説明します。1段、2段、3段、4段目でできる四角モチーフです。最初は鎖編み5目の輪の作り目から、1段目は鎖編み1目を入れながら長編みを編みます。立ち上がりの鎖編み3目を編んで、間に入れる鎖編み1目を編み、最初は4目の鎖編みを編み、次は長編みを輪の中に編み入れます。鎖編み1目を入れながら長編みを輪の中に12345678910111回編み入れて、最後は鎖編み1目を編んだら、最初の鎖編み3目のところに引き抜き、もう一回隣の鎖編み1目のところに引き抜いて、1段目を終わります。2段目で長編み3目の玉編みを鎖編み3目を入れながら編みます。2段目の時にまた説明します。鎖編みを編みます。ここから鎖編みを5目編んで、最初の鎖編みに針を入れて引き抜き編みをして、鎖編み5目の輪の作り目を作ります。この糸端は一緒に編み込みながら1段目を編みます。鎖編み3目に間に入れる鎖編み1目で、最初は4目の鎖編みを編み、次は長編みを輪の中に編みます。針に糸をかけて、輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、糸をかけてまた2本の糸を引き抜いて、長編みを編みました。鎖編み1目を間に入れて長編みを編みます。鎖編み1目を間に入れて長編みを編み、鎖編み1目を間に入れながら長編みを編みます。1段目は長編みを11回編みます。間に鎖編み1目を入れながら長編みを11回編んで、鎖編みの3個目に引き抜き編みをします。1段目の長編みを鎖編み1目を間に入れながら11回編みました。鎖編み3目が長編み1目としますので、全部で長編みは12目編めたことになります。最後の鎖編み1目を入れて、最初の鎖編み3目の3個目の頭2本を拾って、ここに引き抜き編みをして、次は隣の鎖編み1目のところにもう一度引き抜き編みをして移動します。ここから2段目の玉編みを編みます。1段目で2回引き抜いて鎖編み1目のところに移動しました。次は玉編みです。長編み3目の玉編みを編みますが、最初の玉編みは鎖編み2目を編んで、これを未完成な長編みとし、あと2回未完成な長編みを編んで1つにまとめて長編み3目の玉編みとします。玉編みを編んだら鎖編み3目を編んで、1段目の次の鎖編み1目のところに未完成な長編みを3回編んで1つにまとめる長編み3目の玉編みを編みます。鎖編み3目を間に入れて、1段目の鎖編み1目のところに玉編みを編んでいきます。この玉編みも全部で12個の玉編みを編み、最後は鎖編み3目を編んで、玉編みの頭に引き抜き、隣の鎖編み3目のところに引き抜いて移動します。2段目の玉編みを編みます。
未完成の長編みを3目編んで玉編みを作ります。最初は鎖編み2目を編んで、この鎖編み2目を未完成な長編みとします。同じ鎖編み1目のところに未完成な長編みを2回編みます。未完成な長編みはここまでで未完成な長編み1目となります。針に糸をかけて鎖編み1目のところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸だけを引き抜いて、これで未完成の長編みが2目と、鎖編み2目で、未完成の長編み3目とし、これを一度に引き抜いて、長編み3目の玉編みにします。次は鎖編み3目を編んで、隣の鎖編み1目のところに、未完成な長編みを3回編みます。これを一度に引き抜いて長編み3目の玉編みとします。鎖編み3目を編んで、隣の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編みます。2段目はこの編み方を繰り返します。鎖編み3目を入れながら、玉編みを全部で12個作ります。2段目の11個の玉編みを編みました。あと1つです。鎖編み3目を編んで、鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編みます。これを1つにまとめて玉編みにします。次は鎖編み3目を編んで、最初の玉編みの頭に引き抜きます。最初の玉編みの頭は鎖編み2目で立ち上がったその次にあるこの頭2本を拾ってここに引き抜きます。そして最後にもう1回引き抜きますが、その時引き抜くのはここではなくて、隣の鎖編み1目のところに引き抜いてください。次に細編みを編みますので、鎖編みのところに引き抜いて2段目を編みます。3段目の編み方を編み図で説明します。2段目の玉編みを頭のところに引き抜いて、次の引き抜き編みは鎖編み1目のところに目を拾って引き抜きました。次に編むのは細編みですので、鎖編み3目のところに編むと細編みが編みにくいので、鎖編み1目の目を拾って引き抜き編みをしました。3段目は細編みを編み、鎖編み5目を編んで、隣の鎖編み3目に細編み、鎖編み5目を編んで、次の鎖編み3目に細編みを編んで、これを繰り返して、最後は鎖編み5目を編んだら、最初に編んだ細編みの頭に引き抜き、次は鎖編み5目のところに引き抜きます。そして次の段で角を編んでいきます。2段目の最後の引き抜き編みはこの鎖編みの目の中に引き抜きました。3段目で細編みを編みやすくするためです。3段目の最初の細編みは鎖編み3目のところに針を入れ、糸をかけて引き出して、ここに細編みを1回編みます。次は鎖編み5目を編んで、隣の鎖編み3目のところに細編みを編みます。これが3段目の編み方です。鎖編み5目を編んで、隣の鎖編み3目のところに細編み、鎖編み これを繰り返して3段目を編みます。鎖編み5目を編んで細編みです。鎖編み5目を編んで細編み、この編み方をここまで編んで、最後は
最初の細編みに引き抜き編みをして、次の鎖編み5目に引き抜き編みをします。鎖編み5目を編んできました。あと2回です。鎖編み5目を編んで、鎖編み3目のところに細編みを編み、最後の鎖編み5目を編んで、最後は最初に編んだ細編みの頭を拾ってここに引き抜きます。そして次は四角にしますので、隣の鎖編み5目のところに引き抜き編みをして移動をしておきます。次の段で四角モチーフにします。3段目の鎖編み5目を編んで、ここで引き抜き編みを細編みの頭と隣の鎖編み5目のところで引き抜き編みをしました。次の4段目で角を作っていきます。引き抜いたところから鎖編み3目を編んで、次は長編みを4回編みます。鎖編み3目を編んで、同じ鎖編み5目のところに長編みを5回編みます。次は隣の鎖編み5目に細編みを編んで、細編みを編んだところから鎖編みを5目編み、隣の鎖編み5目のところに細編みを編みます。次の鎖編み5目のところに角を編んでいきます。長編みを5回編み、鎖編み3目を編んで、長編みを5回編み入れます。角を編んだら、隣の鎖編み5目のところに細編みを編み、鎖編み5目を編んで、隣の鎖編み5目に細編みを編んで、角を編み、細編みを編んで、鎖編み5目を編んで、また鎖編み5目のところに細編み、そして角を編んで、最後も鎖編み5目を編んだら、前段の鎖編み5目のところに細編みを編んでから、最初に編み出した鎖編み3目のところに引き抜き編みをして完成します。ここから四角いモチーフにしていきます。鎖編み3目を編んで、同じ鎖編み5目のところに長編みを4回編みます。鎖編み3目と長編み4目を編み、鎖編み3目を編んで、同じところに次は長編みを5回編みます。これが角になります。次は細編みです。隣の鎖編み5目のところに細編みを編み、鎖編み5目を編んで、隣の鎖編み5目のところに細編みを編みます。次は隣の鎖編み5目には角を編みます。鎖編み5目のところに長編みを5回編みます。鎖編み3目を編んで、同じ鎖編み5目のところに長編みを5回編みます。これで角が2つできました。次は細編みです。隣の鎖編み5目のところに細編みを編み、鎖編み5目を編んで、隣の鎖編み5目に細編みです。次は角を編みます。鎖編み5目のところに
長編みを5回編みます。長編み5目を編み、鎖編み3目を入れて、同じところに長編みを5回編みます。角が編めました。次は隣の鎖編み5目のところに細編みを編んで、鎖編み5目を編んで、隣の鎖編み5目のところに細編みです。あともう一回角を編みます。隣の鎖編み5目のところに長編みを5回編みます。長編み5目を編み、鎖編み3目を入れて、同じところに長編みを5回編みます。長編み5目を編んだら、隣の鎖編みに細編みを編み、鎖編み5目を編んで、隣の鎖編みに細編みを編みます。そして最初の鎖編み3目を編んだ3個目のところに引き抜き編みをして、四角モチーフができます。このような四角モチーフができました。4段目でできる四角モチーフを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。